遅くなってしまった、すいません。なんかさっきね髪を巻き始めたら掃除結構時間かかっちゃってすいませんそうそうそう、結構この巻き髪に案外時間かかってしまって、急げ急げってそうそう言いながら巻いてたら遅くなっちゃいました、すいませんこんばんは。なんかそうウェーブ巻きみたいな、私すごい苦手でやってみたんだけど苦手だったやっぱり、うん、なんかねショールームこれ開いたらさ、エフェクトっていうところでなんかニューって書いてある、なんか新しいエフェクトが入ったみたいなんだけど、何が入ったんだろう、何これ、何プリセットって、何これ、いくよ押してみるね。なんかちょっと小顔に、なんかちょっと顔がなんかすごい加工顔になった、これが普通、ほら次、ああ色白、これ男性もある、あんま変わんない、あやっぱ男性顔になった、これいくよ、これが普通でこれが男性のエフェクト、確かにちょっと鼻がなんかちょっと鼻が通った、これはちょっとさすがに強すぎるね観光がうん、なんかこれで加工消すとちょっと顔やばい人み、なんか顔すいませんこんな感じの顔です私は、うん、そうそうキリッとするよね、ビヨーン、すごいな、こんなにあるんだあれが、うん、昨日新しく追加された機能で遊んでた、でも戻しましたうんそう、やっぱあんま巻いてるの分かんないかも、分かるか分かるかうん今日は巻いてます、髪もねなんか伸びてきたかも、もうちょっと切ろうかなと思ってる最近は、うん、なんかこれは巻くっていうかウェーブなんで、なんかこう巻きが弱いやつなんですよこれは、弱いなんていうの、巻いてるんじゃなくてこの波々にしてるから、そういつもいつ巻き髪じゃないねこれは、わかんないよくわかんないです私、うん、でも自分でやりました、うん、そうあのねこの間のサメカツの声の時ハーフアップしてたんですけど、もうこの垂らしてる髪はウェーブしてもらいました、ななみはいつもひらこてって読むのかな、うんとねこれはそうストレートアイロンでやったこういうやつでも巻くときはあのコテ使ってる、うん、そうで多分このウェーブのすんごい細かい版が何ソバージュ、うわカツサンド AYK、 なんかショールーム中に今偵察されてますうん、ローモバやばい、バリア外れてるのかな、うん、バリア外れてるよね、やばいんだけどやめてやばい、うん、バリアない今どうしよう、うん、相手ななみのショールーム通知取って XFA の方でしょ
今偵察されてるのはね AYK の方だった。うん、助けて。うん、でも確か、え、どうだろう、わかんない、怖い、大丈夫かな、シェルターに入れてたっけ。うん、まあ確か入れてたと思う。心配になってきたけど、今このショールーム端末、配信してる端末がロモバの端末だから、でもね大丈夫だと思う。うん、多分。まあ攻撃されたらされただ。まだ偵察だからさ。うん、まあやっぱバリアがもう取れた瞬間来ちゃうんだね、偵察とか。まあそりゃそうだよね。うん、タンタンメンティッシュで予約させていただきました。わあ、ありがとうございます。そう、もうついにね、終わってしまったんです、今日のお昼で。タンタンメン T シャツの、はい、受付が終わってしまったので、皆さんお買い上げいただいた皆さん本当にありがとうございました。ちょっと最終的な売り上げとかは分かんないんですけど、でもすごい、結構本当に皆さんのおかげで、はい、大好評だったので、T シャツもう再販はないよ。うん、再販はない。そうから皆さん、ね、買ってくださって本当に嬉しいです、ありがとうございます。これはもうね、完売だよ。完売だ、完売。うん、完売って言っていいと思います。私はすごい嬉しかったです。はい、完売だ。うん、お、無事高校受験合格した。おめでとう。わあ、嬉しい。そっか、受験が終わって、嬉しいね。わあ、おめでとうございます。そうだよね、今ね受験の時期だったもんね。すごい、よかった、安心した、嬉しい。うん、おめでとうございます。すごい、いや、受験のね、わかる、受験のドキドキ感ってもうすごいもんね。いや、いいね、いい高校生活が送れますように。うん、あ、何、ひな祭りのギフトかな、ありがとう。うん、勉強嫌だから学生には戻りたくない。いや、勉強ね、なんかさ、今思えばすごいなと思う。よく朝早う、毎日早起きしてさ、高校行ってたなって思うわ。うん、もう無理だ多分今の私は。うん、あ、ギフトいっぱいありがとう。そう、なんか多分今あの頃の高校生の時みたいにノースな生活送れって言われたら無理だと思う。毎日朝早く起きて、そう、一日勉強して、部活して、まあ部活あんまやってなかったけど、部活して帰ってきてって、もう無理だ私。うん、まあね、なんだかんだ分かる、楽しかったかな高校生活。うん、いや本当に分かる、よく起きてたわ。うん、本当に、いやーすごいと思う。
高校生ってすごいよね。なんかね、わかる。街で高校生見かけるとなんか輝いて見えますもん。高校生楽しそうだなって。でもまあ今の学生さんは楽しいことばかりじゃないと思うけど、でもそれでもね、このもう卒業した私からしたらすごいね、キラキラして見えます。制服着てね、学校行ってって、いいなって思う。元気だよね。ね、高校は先生に恵まれました。あ、私は小学生の頃すごくね、素敵な先生に出会えた。高校の時はでも、覚えてないな。元気。最近ノート作って NGT の勉強たくさんしてる。すごい、ノートに。わあ、なんか嬉しいですね。女の子がそうやってアイドルのことこう好きでみたいな。私もアイドル好きだから嬉しい。新潟の JK 足寒くないのか、わかる。でもね、新潟の JK は多分魔法がかかってるんだよね。私もそうだった。なんか足出してたもん、余裕で。なんか寒かったけど寒くなかったんだよ。そうだから、いや私はそんなにスカートを短くする人じゃなかったんだけど、短い人いるじゃん。寒くないんだよ。多分いや、わかる。もう私たちから見たらもう超寒そうなんだけど、でもね、寒くないんだよ。そうなのよ。若さという暖房。いやー、その通り、間違いないね。おしゃれに寒さは関係ない。いや、もう間違いない。 寒さ耐性の魔法にかかってる、間違いない。もう本当にそう。ねえ、でもそうだった。でも私は全然もう高校生後半から、あ、寒いんだこれは、新潟で生足で生きることって厳しいんだと思って、ちゃんとそれに気づいてタイツ履き始めましたけど。そうなのよ。雪道でもスニーカーだった。それは、そうだった。だからツルツルに滑ってたんだよね。全然雪の日でもローファーで歩いてましたもん、私。現実を知って。いや、そうなの、その通り。さすがにスカートにジャージではなかった。あー、スカートにジャージはなかったな。あれあんま良くないよね、なんか見た目。 ローファーめっちゃ滑る。そうなのよ。そうなの。めっちゃローファーはね、ツルツルになるね。新潟 JK って生足率が高いと聞き、いやーでもそうみたいだね。なんかテレビとかでもやってるもんね。でもそう、私は他県の JK を知らないから分かんないんだよね。そうなの、みんな。 あ、スカート短いとは言うよね。確かに。でも私の学校はそういうのできなかったから、スカート短くとか。あんましてる人はいなかったかな、私の行ってたとこ、高校で。スカート短く、めちゃくちゃ短くしてる人はいなかった。なんかさ、私の行ってた高校ってすごい制服とか、もう全部紺って感じだから、短くしたとしてもなんか大してあまり、そんななんか
変わらないというか見た目、うん、そうそう、そうなのよ。なんかね、短くしたとしてもうーんって感じだったそう、長い方がいいんじゃないっていう、そうそうそう感じだった、うん、なんかさ、すごい可愛い制服チェックとかスカートチェックとかさ、可愛い制服だったら短くしたいなって思うけど、そう、私はあんまりなんか短くしたいと思わなかったから、うん、そう、真面目だったね私、真面目だ、みんなそうしてた、そう、膝くらいじゃないかな、うん、俺が言ってた高校の女子はひだが少ない、あーあれね、これね、プリーツね、わかる、プリーツ少ないくてさ、もう紺だけだとさ、確かにあるよね、そういう高校も、うん、私どんな制服着てたかな、あんま覚えてないな、うん、私服の高校で自由に好き、あー私服の高校もあるよね、わかる、なんかでも私服大変じゃない、私は制服あってよかったと思う、私服いいけどなんか毎日選んでさ、朝選んで時間ない朝に選んで着ていくのが絶対大変だなと思って、うん、膝丈ぐらいだと真面目な感じします、あ本当そう得意教科、得意教科、得意教科なんだろう、数学かな、私国語とかの方が苦手だったか、うん、そうそうそう、コーディネート大変そうだよね、わかる、私服だったけどみんなおのおのの着たい制服、あーそれならいいね、そっか、うん、いいねいいね、確かになんちゃって制服着れるのめっちゃいいかも、うん、そうそうそう、体育、体育ね本当に好きじゃなかった、小学校中学校の頃は体育大好きだったけど、高校にもなるともうなんか体操着を着て、あの体育着か、体育着着て寒い体育館で行くっていうのが本当に嫌だったから、うん、体育、体育ってか何したっけ、体育って高校の時の体育、うん、あんまり好きじゃなかった、うん、ななみんって泳げますか、え、もうねずっと泳いでないけど泳げてたあの頃はそう、最近ここ数年はもう本当にプールも行って海も、海行って泳がないじゃんがっつり、そうプールとか全く行ってないから自分が泳げるのかがわからない、多分もう泳げないんじゃないかな、うん、ちょっと男子って言ってた、いやー私はそういうキャラじゃなかったですねちょっと男子キャラはの女子はいた、でもクラスに、うん、スカートも短かったうん、いたわ、体育館裏に呼び出されて告白、そんなの漫画だけだよね私見たこともないし実際に起きたこともない、うん、水泳は忘れない、あ本当、じゃあ泳げるのかな今も、うん、生徒会メンバーに、あ生徒会は入ったことなかったな、うん、どんなキャラだった、私ね、どんなキャラだったかな、高校
なキャラだろう。普通だった、地味な人だったか、でも今みたいになんかすごいボケたがりみたいな人じゃなかった、うん、どちらかといえばすごいツッコミタイプだった、うん、そう、こんな面白いとか言われたことなかった、うん、そう、ボケタイプじゃなかった全然、本当に、うん、なんか周りのさ、私と一緒にいた、いつも一緒にいた女の子がすごい女の子可愛い、なんかすごい女の子らしい子だったから、そうそうそう、あんまり「ウィーヤー!」みたいな感じじゃなかったから、そう、うん、面白い、すごい、なんかでも面白いかった、友達はすごい、高校時代の友達がすんごい面白い人で、もうこの世で一番面白い人だと思ってたんだけど、 NGT に入ったらもうそれを上回る面白い人がいっぱいいて、いや世界ってすごいなって思って、パリピじゃ、え、全然パリピじゃなかったよ、うん、新潟の言葉で好きですなんて言うんだろう、え、好きです、なんだろう、わかんないな、私新潟の方言とかあんまりわかんなくて、でも自分で言ってそうだけど、そう、うん、そうそうそう、いや、あのね、もうびっくりだよ、 NGT にはね面白い人がねいっぱいいた、うん、そう、そうだね、博多弁はさ水筒用だよね、学生時代何が流行ってた、え、何流行ってたかな、何それ、音楽とかってこと、うんとね、え、高校時代でしょ、いろいろもう流行りがあったな、いっぱい、うん、 K-POP とか TWICE とかかな、いや違うか、遊びとかキャラクター、待って、覚えてない全然、うーん、あーでも何流行ってたかな、高校時代でしょ、うーん、すごいなんかグローバルになったコメント欄が何について何を話してるんだって多分聞かれてるのかな、うん、何流行ってたか、ね、あ、うん、いや覚えてない、マジで全然覚えてない、どうしよう、うん、That sound fun ってどういう意味ですかすごい嬉しい、多分ね褒めていただいてるんだと思う、うん、え、だよね、嬉しい、褒めていただいてる、うん、sound fun、 どういうことか、笑顔が可愛い、嬉しい、あ、笑顔が好き、いやー、ありがとうございます、やった
嬉しい。なんか幸せな気持ちになりました。でも今何が流行ってたかをずっと思い出そうとしてるんだけど、うん、あ、このもしかしてこのカーディガン褒めてくださってる。やったー、ありがとうございます。わ、うん、かんない。でも私何流行ってたかはちょっとわかんないんだけど、でも私の中でブームだったのが乃木坂さんだった、うん、めっちゃ乃木坂ハマってた本当に。いやいや、紛れてますけど今さすごい英語のコメント嬉しいなって思ってるんだけど、なんか混ざってんだよななんか混ざってんだよな、シーズコメディアンって。ちょっとコメディアンじゃないんですけどねえ、嘘嘘流れてる、嘘田辺先生嘘情報流れてますちょっとどうすんの、信じちゃったらで芸人お笑い芸人ですって信じちゃったらどうすんの、じゃどうするんですか田辺先生、責任取っていただけますか。あ、この人はちょっとベリーフェイはすごく有名な芸人って分かったよって言われちゃった、待ってちょっと信じちゃダメですって、信じないでくださいってなんて言うんですか、うん、英語でベリー押せるセンスがありますね、うん、本当に面白い。いや I am not comedian I'm アイドル I'm not comedian必死の説得あ、だるまありがとう、だるま You can do it もしかしてあなた芸人いけますよって言ってくださってるんだろう、いやー本当に面白いな今日も Thank you だるま。ポテンシャルはあるちょっといやいや、でも嬉しいなちょっと、うん、なんか芸人のポテンシャルがあるそうです私は、すごい嬉しい嬉しいけど面白すぎる、あまりにも面白すぎるうん、国際ね、そうだね、すごいグローバル、うん、This is very gay ちょっとなんローマ字に英語にすればねみんなねいいと思ってるよねそうですか、ポテンシャル芸人のポテンシャルって何ですか、うん、今日も面白い、はい、すごい盛り上がったんですけどはい、私はこれからご飯を食べて、そしてもうちょっと夜になったら一つお仕事のお仕事のお家のお家でやるお仕事があるので、私はこの辺で配信を終わらせていただきますはい、今日の今日のハッシュタグは
グローバル化でお願いします。スクショタイム、ちょっと今日はね漏れてるから、スクショタイム、ありがとうございます。また来てください、皆さん。それじゃあ行ってきます、行ってきます、ご飯食べてきます、またねー。 See you!